ゾウキクジは哲学者のジョン・ハリスが提案した思考実験。日本語圏ではサバイバルロッタリーとカタカナ表記されることも多い。人を殺してそれより多くの人を助けるのは良いことだろうかという問題について考えるための思考実験でハリスは功理主義の観点からこの思考実験を検討した。ゾウキクジは以下のような社会制度を指す。 公平なくじで健康な人をランダムに一人選び、殺す。その人の臓器をすべて取り出し、臓器移植が必要な人々に配る。臓器くじによって、くじに当たった一人は、死ぬが、その代わりに、臓器移植を必要としていた、複数人が助かる。このような行為が、倫理的に許されるだろうか、という問いかけである。ただし問題を簡単にするため、次のような過程を置く。 この思考実験は社会全体の利益を最大化すべきであるという功利主義を人間の肉体にまで適用することによる不快な結果を示している。しかし、功利主義の立場に立つならば、この制度は善であるとみなさざるを得ない。このような制度が現実には議論の対象にすらなっていないのは純粋に倫理的な理由よりはむしろ実際には肉体は 再配分不可能であるという技術的理由に立脚している。ありがとうございます。